はい、皆さんこんにちは。本日は伊勢崎の堺総合文化センターで行われた第65回楽楽寄席に行ってきましたと。出演がね、金言亭馬路さんと金言亭馬玉さんの2人での二人会です。これね、なんか65回っていうことで、堺総合文化センターではね、もう65回もやってるっていうくらいの、ね、長いなんか寄席だったらしいんだけど、まあちょっとね、今回初めて見たなって感じで、あんまね、告知とかしないっぽいんですよね。そんなわけで、ちょっとこれを見てきましたと。で、まあ最初にやったのがね、金言亭馬玉さん。こちらがね、弟弟子さんらしいんで、こちらの方が、挨拶っていうのかな、まあだから、まあ最初に出て、で、次にね、馬路さんが出て、で、中入りで休憩10分入れて、また馬玉さんがやって、で、次に馬路さんがやったって感じになります。で、馬玉さんのまずね、あの枕で、なんとね、馬路さんね、あのまだその時には到着してなかったらしくて、なんかね、向こうの、なんだろう、あの浅草の方ではね、鳥だったらしくて、急いで向かってる途中だなんつんでね、まあ結局間に合ってはいたんだけど、ものすごい忙しいですよね。浅草からもう伊勢崎まで来たらしいですね。で、馬玉さんが一番最初にやったのは、なんだっけな。そうそう、魔男の話ですね。魔男。旦那さんの奥さんとかをね、こう、なんだろう、浮気するっていう感じかな。その魔男の間抜けな話みたいな。魔男を間抜けなんだけど、まあ、魔男をされてしまう旦那のね、ちょっと滑稽な話みたいなやつですよね。それをやって、そうだ、紙入れとか言ってたな、タイトル、紙入れって感じで。まあね、ちょっとね、魔男をしたんだけど、まあまあ、うまい具合になんとかなったって感じの。まあそんな感じですね。で、で、馬路さんが今度あのね、あの、ケチでお金を貯めてた、なんだろうな、大旦那かな。それがね、今度ね、後継ぎに3人の息子の誰にしようかって、ね、番頭と相談するんだけど、じゃあその番頭がね、あの3人の息子にそれぞれね、なんかお金の使い方を聞いたらどうだっていう話で、これを採用するわけですね。だからそうしたらね、大旦那がじゃあ亡くなった時の葬儀はどうするかっていう話になって、で、長男は、まあね、豪華な葬式をやりましょうっつって、とにかく豪華な葬式をやるっていう話して、まあ、ケチな大旦那はそれで怒るわけですよ。で、じゃあ次男はどうかっつったら、次男はこの派手好きでね、もう祭りみたいな葬儀をやりましょうっつって、これまたね、怒るわけですね。で、三男坊は、じゃあどうかっつったら、こいつがね、質素で、話が合うようではありながらも、どこかちょっと違うっていうね、そういう話ですね。まあこれはなかなか面白かったですね。二人とも面白くて、まあさすが二人も真打ちらしいんで。で、中入り後に、今度は、馬玉さんが、そうそう、馬玉さんが今度はね、泥棒の話ですね。泥棒の話。泥棒に入るんだけど、なんかそこの入ったうちがね、もうふんどししかなくて、金がねえって、死のうと思ってたような男の家に入ったのはいいんだけど、とにかく金がね、質にみんな入れちまったっつんで、その、なんか情けで、泥棒の方がね、どんどん金を出して、これで、いや、これで、してから出してやんなっつんでね、まずどんどん持ってかれちゃうっていう、ね。で、最後すっからかになって、泥棒に入ったのにもうすっからかになるっていう話ですね。で、最後に、馬路さんが、あの酔っ払い、まあね、やっぱ落語といえば酔っ払いが出てこねえとっつう話 で、酔っ払いの話なんだけど、これがね、お座敷に入って、まあ友達のお金でね、この芸者を呼ぶことになったんだけど、隣の座敷からね、えらい方言の話が、声が聞こえてきて、それでなんか変な、何言ってんか分かんないわ、変な歌歌うわつんで、それで気になってしょうがなくなったその男が隣の座敷を覗こうとしたら、襖に倒れ込んで入ってしまって、いろいろ大騒動っていう話になりますね。というわけで、まあなんかね、すごい定番的な聞いたことのある話も
ありつつ、まあ面白かったですね。全員やっぱね、やっぱ腕があるっていうかね、面白いんですよね。こうね、落語って不思議なもんで、聞いたことある話でもやっぱね、こう人が違ったりそうするとやっぱ面白いんですよね。まあまさか、ちょっとあとね、これね、この楽々寄せね、告知してないんで、ちょっとね、全然知らなかったんだけど、ちょっとね、伊勢崎市のなんかね、公園の案内みたいなやつに載ってて、うん、見に来て、来たわけです。まあそんなわけでね、こんな、うん、こんな落語会があったなんてことを知らずに、まあ今回ちょっと面白かったので、ちょっと見てきましたと。ぜひね、地元のこういった小さい落語会とかもあると思うんで、行ってみるといいんではないでしょうか。では、伊勢崎堺総合文化センターから第65回楽々寄せでした。金言亭馬路さんと金言亭馬玉さんの二人会です。では皆さん、お疲れ様です。ではまた。